にちは、大島です。それではですね、今回は、セット割りの美味しさという点についてお話しさせていただきたいと思います。はい、まずですね、商品を出品していく中で、セット割りというものを基本的に、やっていただいていると思いますけども、セット割りをするとですね、具体的に、どういうふうにプラスになっていくのかっていうのを数字で表してですね、今回は一緒に計算していきたいと思います。それではまず1800円の商品1800円の商品があったとして、送料が、分かりやすくですね、じゃあ全部分かりやすくしましょうか、2000円の商品があったとして、送料が600円、業者からの送料が600円ですね、で自分の家から、お客様のところに届けるのが例えば400円だとしますね、郵便、日本郵便でですね、そうすると3000になります。そうすると3000になるんですけれども、ここで、自分の利益を足しますよね、そしたら利益を、1000円としましょう。そうすると4000円ですね、4000円になります。はい、じゃあこれをですね、セットで買ってもらうとどういうことになるのかということですね。はい、そしたらこれをもう一個買ってみましょう。同じ会社だとしますよ。A 社、A 社ですね、1000円の、同じなんですけども、一応ゼロいきますね、これは、3000円と。例えばこれをですね、セットで買ってもらったとしましょう。そうするとですね、基本的に僕のノウハウは1000円が売り上がる、1000円から1500円売り上がって、で、それをの差、1000円の売り上げを取りましょう、1個につき1000円から1500円の売り上げを取りましょうと、いうことですね。これはプラス1000円ですね。こちらが、プラス1000円。プラス1000円で、これもプラス1000円。ただですね、同じ商品、同じ A 社から発送するので、発送料のですね、ここがなくなるというわけですね。ここがなくなるわけです。一緒に配送してくれるので、なくなるということです。で、こちらがなくなるので600円分浮きますね。なので、600円。これにプラス600円となるわけです。これで意味わかりましたでしょうか。2品買っただけで、2品買ってもらうだけで、ここがなくなるんですね。あ、じゃあここもなくなりますね。ここがなくなるわけなら増えます。基本的に重さと大きさで、やってもらえばわかるんですけども、郵便っていうのは重さと大きさで、決まるので、例えば、僕の
経験談から言いますと、まあ、大体400円から600円で、まあそうですね、レディースファッションとかファッション系だったら、よっぽどなことがない限り600円とかで収まります。相当大きくなければ、まあ、詳しくはホームページとか日本郵便のホームページとか見てもらえればわかるんですけども、そこまでかかることはありません。なので2つで例えば600円になったとしたら、ここがですね400円いくわけですね。ここが、なくなって、これが全部で600円になると、そうするとプラス200円ですね。ここが両方足すと800円なんで、こことここは800円ですから、プラス200円になると。そうするとここにまたプラス200円ですね。そうすると、結果的に2個買ってもらうと普通の利益プラスアルファで800円も儲かると。という計算になります。なのでこの800円をどうするかということですね、はい。なので、あらかじめセットで買っていただいた方には割引しますよというふうに、言っていただきます。そうするとですね、800円なんで、まあこんな、そんなにいっぱい利益を取るような感じではなくてですね、確実にセット割りにしてもらうような感じにすると、例えばここでですね、800円要はセットで買ってもらった瞬間に800円の、本当はなかった利益が手に入るわけですから、この、例えば500円をじゃあ還元してあげます。500円をお客様に還元、様に還元ですね。はい、してあげましょうと。そうすると純粋に、300円の利益だと、プラス増えると。セット割にしたことで自分は300円儲かって、さらにお客さんには500円の還元をしてあげられるということですね。で、500円の還元をしてあげて、セット割で、1回買ったお客様は、これはいいと、じゃあまた次回もセット割で買おうとふうになってくる確率は、非常に高くなります。なので、商品の説明文とかに、セット割のお客様は、さらに、500円割引しますというふうに書いたりすると、割とセット割をやっていただくような形になります。ここまでは、お分かりいただけたと思いますけども、ではですね、3つ買ってくれた場合にどうなるかと。3つ目ですね。じゃあ同じような計算式で、いきましょう。はい、まあ、この商品がまたさらに、追加されたということです。そうするともちろんこれもまたなくなりますね。基本2個目以降から1つの会社で、注文すると全部送料はこれだけになりますので、2個目からは送料が全く全部なくなる状態の計算です。で、ここですね、ここは800円が、レディースファッションの、服とかで、例えばこれレディースファッションの、まあ、トップスだったとします。3つでも800円でいけますね。いけるんですよ。3つでも800円でいけるので、ここがなくなってここが同じということで、丸々プラス400円になりますね。利益、売上が上がります。さっきは2つだったので、2つで800円で
プラス200円でしたけど、今回これ足してもこれ多分変わらないと思いますので、800円でいきます。そうするとプラス丸々400円になります。さらにここがプラス400円になりますね。そうすると全体で700円の利益です。はい、プラス500円。という計算になります。そうですね。あ、違うか。これか、600円か。600円と400円が浮くので、600円と400円だから1000円か。1000円。これ1品入れただけで1000円のプラスになりますね。ここからは一気に1000円。ちょっと分かりづらいかな。こっちから300円。はい、でこのうちの、500円がお客様に還元されると。還元されます。そうすると、300円ですね。あ、違う、500円。で、結果的に3品、セットで購入してもらうと、お客様は結果的にここですね、1000円得して、お客様は1000円の得、自分が300円と500円なので800円。となるわけです。はい、これでセット終わりの重要性がすごい分かっていただいたと思います。要は、セットにしていただければいただけるほどお客様も安くなるし、自分も利益がどんどん上がっていくというふうな、こういう計算になります。なので、ちょっとですね、ここの LINE の送料の部分、これは 商品によってちょっと変わってしまうので一概には言えないですけども、基本的にこういうふうにですね、商品の送料代がなくなると、こっちから送るのもまとめて送るので、安くなるというふうな計算になります。はい、それではですね、ここの部分はちょっと人それぞれ、ちょっとその商品によって変わったりとかすると思いますけども、ぜひですね、自分で計算してみて、でセット割を最初から、500円しますよって書いといて、もらってもいいですし、まあ、書かないでですね、まあ、これ自体も、もう売り上げとして取っちゃうと、すると1800円自分得するんで、まあ、そういうふうにもできます。なのでですね、その辺は自分でですね、ちょっと考えていただいて、自分で計算してもらって、で、適切なですね、価格設定を心がけてください。はい。
それではですね、今回の動画は終わります。ありがとうございました。はい、こんにちは、大島です。それでは、商品のジャンルについて、ご説明いたします。まず商品のジャンルについてですけども、いろいろあると思いますね。家電とか、レディースファッションとか雑貨とか、オフィス用品だったりといろいろあると思うんですけども、まずはですね、一番、とっつきやすいレディースファッションをやっていただくというのが、一番いいかなと思います。あくまでも最初ですね、最初の方がですね、まあ、基本メルカリについてはレディースの方もやはり人口的に多いのかなと思いますので、レディースファッションがいいかなとも思います。ただですね、まあ、みんなが同じことをやっていてもね、しょうがないので、ちょっと途中から変えていただいたりとか、していただく必要もありますが、まずは商品のジャンルについて、ご説明いたしますので、ここではレディースファッションということに絞って、ご説明いたします。まずレディースファッションいろいろありますけども、会社がですね、まず、いっぱいありますね。会社選びからまずは、まず会社選びからやっていきましょうということです、はい、なぜ会社選びからなのかというと、商品説明ですね、商品説明が、みんな同じだからです。まずレディースファッションと決めたら、まあ、会社がいっぱいあるんですね。会社がいっぱいあるんですけども、その中でこの会社で決めたってなったら、この会社に決めて、その会社の商品を片っ端から出していくと、そういうふうにやるのが一番効率がいいですね。なので、まあ、会社を一つ決めるか、会社を決める。はい、会社を決めるメリットとしては、商品説明が同じ。送料。送料が同じ。計算がしやすいですね。はい、まあ、もちろんそうですね、送料が、同じなわけですから、毎回同じし、例えば利益が1000円、送料が、仕入れ送料と発送送料が1000円だとしたら、2000円毎回出せばいいので、毎回同じ計算をずっとすればいいだけなんですね。そうすると非常に楽なので、そういうことになります。もう一点が、連続して出せる、早いですね、スピードが速い。連続してこうガッ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 って出せるので、まあ、同じことですね。これも同じことなんですけども、同じことの繰り返しができるので、まあ早いと、もう出品スピードですね。出品スピードは早いということですね。あとは、
と終わりか。セット終わりが有効になるんですね。まあ、セット終わりについてという動画でもお話ししたと思いますけれども、あの計算をやるとですね、同じ会社で、ずっとやっていくというふうな方がセット終わりの利益がどんどん増すということになります。でですね、まずは、すぐに、出品数を出品数を増やすというのが、非常に大事になってきますので、会社を一つに決めると、会社の一つに決めて、どんどん出していくということです。なので最初に、大きなレディースファッションという枠で探していって、でこの商品いいなと思ったらポチッと押すじゃないですか。で押したらその会社に飛びますね。その会社のところに会社一覧というところがあるので、その会社一覧をポチッと押すと、その会社が出している商品がバーって出てきますので、そこを見てですね、あ、この会社いいなと思ったら会社を一つに決めて、でそこの会社をどん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 上から順番に出していくという風な方を最初やっていただけたらいいなと思います。それでですね、最初に気をつけていただくことが あるんですけども、納期ですね、はい、会社によってですね、納期が、結構違います。即日即日発送してくれるところもあれば、2週間から1ヶ月みたいなところもあるのですね。なのでここをですね、最初にチェックしておかないと、お客様から注文が入った時に、まあ注文が入ってから注文するわけじゃないですか。なんですけども、お客様から注文が入った時に発注して、メルカリって最大4から7日発送でしかまでしかないので、それ以上になってしまうとお客様からですね、クレームが来たり、まだ商品届かないんですけど大丈夫ですかみたいな風な、コメントが来てしまいます。なのでですね、これを最初に確実に見るようにしてください。はい、それでは、まとめますけども、レディースファッションで今回はやっていますから、レディースファッションで見る、検索する、でポチッと押す、そしたら会社に飛ぶ、で会社の、ね、商品数がどれぐらいあるのかとか、会社の、納期、まあ、下の方に行けば見えるので会社の納期を見ると、それで、会社を一つに決めて、出品数を、どん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 スピーディーにバーッと増やしていってもらって、それで、出品数を増やして、評価も増やして、で売り上げも上げるというふうにですね、最初はやっていきたいので、そういうふうに、ぜひやっていってください。はい、それではですね、今回は商品のジャンルについてというふうなことをお話しさせていただきました。本日もありがとうございました。